午後1時過ぎの三島市内です。午前から強い日差しが照りつけ、ムシムシとした暑さが続いています。またコンクリートの地面は9月とは思えないほどの暑さとなっています。高気圧に覆われ今日も青空が広がった県内。9月もすでに中旬ですが、朝から気温が上がり、今日も季節外れの蒸し暑い一日となりました。最高気温は三島市と佐久間で 34.7 度、天竜で 34.8 度を記録。また静岡市では 32.8 度を観測し、今年73回目の真夏日に。1940年の統計開始以来過去最多を更新し続けています。三島市の甘味処ではこの暑さのせいか、売れ筋の商品に変化が出ているといいます。特にところてんがいつもあみつの方が多いんですけど、今年はところてんの方が多いです。さっぱりしたものがいいんじゃないでしょうか。こちらの店舗では普段あんみつがよく売れるそうですが、この暑さのせいか今はところてんの売り上げが伸びているということです。ただ例年と比べても今年は特に暑い日が多いため、来客数にも影響が。たくさんのお客様に利用していただいてますけど、ちょっと暑すぎて人通りが少なくなっているところもあるので、どちらかというとテイクアウトのお客様が多いです。店によりますと、客の年齢層が高いためか、暑すぎる日は来店する客の数が減ってしまうということです。